絶対入るな、モルディオ。ここか。普通はノックが先ですよ。いないみたいだね。どうする？悪党の巣へ乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。これ以上罪を重ねないでください。なら僕の出番だね。え？出番って、それもダメですって。ま、ちょろいもんだね。待って、僕も行くよ。あ、待ってください。もうどうしてこう。すっごい、こんなんじゃ誰も住めないよ。その気になりゃ、存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。ユーリ、先に言うことがありますよ。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。もうユーリは。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？いないんなら好都合、証拠を探すとするか。うるさい。え、あれ、ちょっと。泥棒は。うわぁ、待て、ぶっ飛べ。やぁ。ひどい。あ、女の子？こんだけやれりゃ、デートで会った時も逃げる必要なかったのにな。はあ？逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの？そりゃデートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何？私が泥棒ってこと？あんた、常識って言葉知ってる？ま、人並みには。勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句、剣突きつけるのが人並みの常識？ちょっと犬入れないでよ。そこのガキンチョも、その子返しなさい。え？ブラスティアよ、ブラスティア、返しなさい。な、何よ、あんた。私、エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。ごめんなさい。
で、あんたら何？ですね、このユーリという人は帝都からコア泥棒を追ってここまで来たんです。それで？コア泥棒の特徴ってのが、マント小柄、名前はモルディオだったんだよ。確かに私はモルディオよ、リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ？だからそんなの知ら…ああ、その手があるか。ついてきて。はあ？お前意味わかんねえって、まだ話が。いいから来て。シャイコス遺跡に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ、間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか？だな、あいつ振られたんだ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか？さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない？わかった、行ってやるよ。シャイコス遺跡は町を出てさらに東よ。